右サイドバックを補強したレアルソシエダ、次は左サイドバックもリストアップで本格的にチャンピオンズリーグのグループステージ突破を目指している模様。この動画では以前に触れたメンバーに関しては触れません。ご視聴後に概要欄からこちらの動画もご視聴ください。ラレアルのクラブのフィロソフィーや予算などを紹介しています。チャンネル登録高評価をお願いします。地元紙のエルデスマルケから記事を引用して紹介します。レアル・ソシエダはこれからの厳しいシーズンに向けてチームの強化に取り組んでいる。チャンピオンズリーグでプレーするには質の飛躍が必要であり、オラベシ率いるマネジメント陣営はそれに取り組んでいる。左サイドバックにはすでに何人かの名前が候補に上がっており、新しい名前も続々と登場している。明日によると最新はフアン・ベルナトだ。彼が今シーズン中に PSG を去る可能性は非常に高く、ラレアルは彼に注目している。もしそうであればディエゴ・リコが退団する可能性が高い。しかしラレアルのディフェンス補強に名前が挙がっているのは彼だけではない。いずれも現実的な可能性を秘めた選手たちであり、その将来は日が経つにつれて明らかになるだろう。フアン・ベルナトがこの長い代替リストに加わる。この記事で名前の挙がったプレイヤーを紹介していきます。まずは1人目、セルタビーゴ所属、ハビガラン、スペイン国籍の28歳、身長は 172cm、 利き足は左、市場価値は12ミリオンユーロで契約は2026年まで。トランスファーマルクトによると近年は大きな負傷はなし、シーズンを通して戦力として計算できる選手となっています。2人目、トッテナム所属、セルヒオ・レギロン、スペイン国籍の26歳、身長は 178cm、 利き足は左、市場価値は10ミリオンユーロで契約は2026年まで。マドリーのカスティージャからトップ昇格後、トッテナムへ移籍するも、ローン移籍が多くなっています。2023シーズンはアトレティコマドリーにローンで在籍していました。比較的負傷離脱が多く、毎シーズン必ず離脱することを前提にしなくてはなりません。選手層を作れきないラレアルとしては、地雷人材になる可能性は大きいかもしれません。3人目、レンヌ所属、アドリアン・トリュフェ、フランス国籍の21歳、身長は 176cm、利き足は左、市場価値は18ミリオンユーロで契約は2025年まで。レンヌの下部組織からトップ昇格を果たしています。もしもトリュフェまで獲得するとなると、両サイドバックに元レンヌ所属を配置することになります。2023シーズンは足首の負傷で10試合ほど離脱していましたが、その前のシーズンは離脱がありませんでした。まだ若く怪我が多い選手かは分かりませんが、うまく成長させれば高く売ることもできる人材です。最後に、パリ・サンジェルマン所属、フアン・ベルナト、スペイン国籍の30歳、身長は 170cm、利き足は左、市場価値は12ミリオンユーロで契約は2025年まで。年齢を考えると少し高めに感じますが、ラレアルは高年齢のプレイヤーをうまく使って、若手と融合させるクラブなので獲得はありかもしれません。以上、ラレアルの左サイドバック獲得について紹介しました。現在下部組織に有望なサイドバックがいないとの記事も出ているので、将来性を加味して若手を少し高値で買う可能性もあります。まだまだ動きがありそうな移籍市場ですので、またニュースがあれば動画にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価をお願いします。